それでは計算基礎学1の第5回の授業を始めたいと思います。前回第4回のまとめです。前回このようなことをやりました。前回は計算量の概念を紹介しまして、で符号なしの多倍調整数の加算の計算量を見積もりました。でまた、そのついでに符号付き多倍調整数の表現について説明をしました。それから、あと一変数多項式の加算のアルゴリズムを示しまして、またその計算量の見積もりも行いました。で今回の授業では、一変数多項式の方難法について、紹介していきたいと思います。でその中で特に、非不整数の二進十進変換、二進数から十進数、もしくはその逆への変換ですね。それと、小数や分数の二進十進変換についても説明していきたいと思います。でまず、方難法ですけれども、テキストですと18ページからありますので、必要な方は合わせてご覧ください。で今回、話題にしますのは、多項式の評価と呼ばれる計算です。ここでは、AX をですね、N 次の整数係数の多項式と、いうことにします。で、こんなふうに与えられておりまして、AN は0ではありませんよと。でそれからあと X0 として、整数ですね、X0 が与えられたときに、ここではその AX0 ですね、だからこの AX の X にこの X0 を代入すると、これ整数になるんですけれども、その値を求めましょうということを考えます。で、この計算をですね、x イコール x0 で ax の値を評価するというふうに呼びます。評価というのは英語で言うと evaluate なんですけども、評価するという、こういう計算を扱うことにします。で、多項式の変数に数値を代入してその値を求める方法なので、素朴な方法としましては、今、そうですね、例題として挙げましたけれども、ax としては 5x4 乗プラス 3x3 乗マイナス 2x2 乗プラス 8x マイナス10という多項式が与えられたものとしましょう。そして、x0 として10という整数が与えられたとしましょう。で、この時に、a の10を求めましょうってなりますと、この展開した多項式の各変数 x のところにですね、この10を代入するというのが、素朴なやり方だと思います。で、その時、じゃあ一体その加減乗算が何回行われているかってことを調べてみます。でそうしますと、例えば、そうですね、8x のところは 8×10 とかですね、それから 2x の2乗というところはマイナス 2×10×10 というふうに、その、i 次の項の値を計算するのに、乗算の回数が i 回ずつ、かかってますので、全体では、1プラス2プラス3プラス4回分の乗算が行われているんであ、行われているということが分かります。で、これがもしですね、その一般の N 次の多項式に対する評価ということになりますと、1から N までの、整数の和ですね。そうすると、これ、2分の N括弧 N プラス1乗です。1ですから、大体オーダーの N2 乗の、計算量の評価になるということが分かります。でそこで、皆さん多くの人はですね、この例えば高校の数学で重要定理っていうのを習ったことを覚えているかと思いますけれども、これ重要定理を使うと実は計算が速くなるという話がありました。でまずその乗用定理というのはどういうものだったかというのを思い出しますと、AX を整数係数の多項式として、X0 を整数としたときに、この AX を X-X0 という一次の多項式で割った余りが、A の X0 ですね、AX の X に X0 を代入した値に等しいというのが乗用定理でした。そして、それに基づくですね、組み立て助法なんていうのも習ったかと思います。その時の、組み立て助法っていうのをちょっと一応ここに挙げておきましたので、一回ちょっと復習のために見ておきましょう。一応ここでは、その、
AX の係数ですね、を5、3、マイナス2、8、マイナス10と並べておいて、それから、左側にこの X0 の10を書いたわけですね。で、最初に、5をこう1下に下ろしてですね、で、それを10倍した、ここに10って書いてますから、10倍したものを隣に持ってくると。で、今度、この上の3とこの50を加えて、53になったら、これにまた、左にある10をかけて、530を過去に書きますね。で、この上のマイナス2と530を加えて、528になりますから、これをまた10をかけて、5280になりますと。で、5280に上の8を加えて、5288になって、これまた10倍して、52880になります。52880に上のマイナス10を加えて、52870というのが、これ A の10の値になりますという、計算だったんですけれども、実はですね、フォーナー法と呼ばれる計算は、この計算そのもののことを言います。で、この、まあ、上の図の過程で、その A の10っていうのはどういうふうに計算されてきたか、これ下の方に式で書きましたけれども、まず、5を10倍に3を加える。で、それを10倍して2を引くっていう形で、まあ、こういう形で、こう、計算していくと、A の10が52870になりましたと。いうことになっているわけです。で、より一般にですね、これ、AX が N 次の多項式で、まあ、係数もこの AN から A0 という形で与えられた場合に対して、この AX を求める際に、先ほどの例と同じようにですね、まず、一番次数の高い係数、主係数に、この X0 をかけて、XN-1 の係数を加える。でそれにまた X0 をかけて、A の N-2、N-2 次の係数を加える。でそれに X0 をかけてっていうふうに最後に A0 を加えるまで、こう、係数を加えて X0 をかけるという操作を順番に繰り返すわけですね。で、この計算によるその多項式の評価の計算法を、まあ、フォーナー法と呼びます。で、このフォーナー法のフォーナーは、これはこの論文を書いた人の名前なんですけれども、欧米で知られるようになったのは19世紀です。このフォーナーっていう人がこの論文を発表したのは19世紀なんですけれども、東洋ではですね、より古くからこの計算法が知られていたという資料があります。で、一応、このフォーナー法のアルゴリズムをこちらに書いておきました。で、アルゴリズムの名前としては、フォーナー法と入れまして、まあ、入力としては、AX、多項式 AX と、まあ、X0 を入れております。で、多項式入力の AX は、まあ、このような形ですね、の形の係数で与えまして、で、あとは、AX0 ですね、を整数として与えるということになります。で、まあ、そのアルゴリズムですけれども、まず最初に、この AN、この入力多項式の主係数の AN を Y にという変数に代入しまして、で、2行目が、まあ、法文による繰り返しなんですけれども、I が、N-1 から0までですね、この Y に X0 をかけて AI を加えて、これを Y に代入するという操作を繰り返します。で、まあ、その結果、この Y、このループが、2行目のループが終了したときには、このy の値が a の x0 となっていますので、最後この y の値を返して、計算を終えるということになります。で、そのフォーナー法の計算量なんですけれども、この計算量の見積もりを今回のレポート課題に含めております。で、レポート課題を解いてもらう際の主な注意点なんですけれども、代入やリターン分は今回計算量に含めないということですね。いうことが一つの面注意で、でもう一つの注意は、まあ、指則演算の計算量はこの数値の指則演算を、単位と、今回はしてください。で、まあ、多倍調整数についての指則演算をどう見るかというのはまた後で詳しく説明しますけれども、今回はその数値の指則演算を、まあ、単位1回として数えていいので、まあ、多倍調演算でも足し算1回だったら足し算1回というふうに数えてもらって結構です。これはまた後ほどやりましょう。
で、ちなみに一つ、注意、まあ、おまけなんですけれども、組み立て情報では実は商も同時に計算しているという、まあ、事実があります。まあ、驚きの事実かどうか皆さんによるかもしれませんが、で、先ほどの組み立て情報の例題を見ましたよね。で、そこで最終的にこの一番右下に出てくる数値 52,870 というのがこの多項式 AX に15代入射値だったんですが、じゃあこの途中で出てくる結果のこの数値はどういうことをどういうものを表していたかというと、実はこの AX をですね X-10 で割った時の商を表しております。で、この時の計算の商というのは、5x3 乗プラス 53x 乗プラス 528x プラス 5288 ということなんですけれども、実はこれ、組み立て情報で出てきている途中の数がですね、それぞれそのままその括弧の係数になっているという形になっております。で、これは多分、高校ではあまり扱われてなかったんじゃないかと思うんですけれども、少なくとも自分が高校生の時は、まあ、聞いた覚えはないですね。まあ、聞いて忘れただけかもしれませんけど、まあ、こういう事実もありますので、まあ、興味のある人はちょっと考えてみてください。はい、ここまでが、コーナー法の基本的な説明ですが、何か質問ございますでしょうか。はい、じゃあ次に進みましょう。